般若は九郎と許すまじとたけり狂い、鬼と坂平を呼び出した。鬼は全て倒され、儀式は潰され、般若の企ては実を結ばずに終わった。クロードの勝利だ。神々は解き放たれ、常の暮らしが取り戻された。こともなし、ひとまずは。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。どの話でも語りましょうぞ。始めましょう。